今日は母の誕生日ということでサプライズで会いに行こうと思います。実況は私、中央大学4年周一郎が務めさせていただきます。僕の母親は福岡に住んでるということで、東京から福岡まで弾丸で行こうと思うんですけれども、夕方まで TikTok の方で JK のメイクをするというね、撮影をしていまして、非常にねややこしい動画のスタートとなってしまったことを、ここにお詫び申し上げます。今日は大学の授業があってからの撮影だったので、いつ終わるかねちょっと分かんなかったので、飛行機じゃなくて品川からの新幹線で向かうことにしました。今回どうしても誕生日当日中に母にお祝いをしなくちゃいけない理由がちょっとあって、父が先月仕事場でちょっと急に倒れてしまいました。病気が見つかって手術をして退院はもうできたんですけど、こう身近な人にいつこんな災難がね起こるか分からないので、せめて元気な時に一緒に時間をちょっと過ごしたいなと思いました。授業だったり自分がやってる TikTok の撮影はいつも日中にあるので、こうやって遠くの誰かに会いに行くっていうのはだから特別感があって、すごくテンション上がりました。僕ポッキー派なんですけど、ポッキーがなくてトッポを生まれて初めて食べました。でもトッポの方がチョコは甘いですね。広島が見えてきた時にはもうすっかり暗くて9時半ぐらいでした。でちょっと眠気が襲ってきたので、化粧を落とすついでに顔を洗って、飛行機と同じようにね、新幹線も水温はあんま期待しなかったんですけど、予想以上にガン決まりしました。はい、ということで地元福岡に帰ってきました。帰省するのは10ヶ月ぶりなんですけど、やっぱりね東京って人多いんだなって感じました。誰もいない、ということで帝国通り博多駅着きました。で高校の友達が博多駅に来てるらしいんだけど、実家は博多駅から1時間以上行った田舎にあるので、バスがもうなくて友達が迎えに来てくれました。ありがとう。教師やってるカイ君です。同じ高校の野球部で今は小学校の先生をやっている彼が車をぶっ飛ばしてくれたおかげで、見事30分以上前に着くことができました。僕たちの地元宗像市には街灯は東京ほどたくさんはないんですけど、その分人柄は明るくなっております。お互い様。はい、ということで無事家の前にやってきました。母さんにはもちろん来ることは言ってないで、11時から12時の間にちょっと電話したいって言ったんで、起きてると思うと思って電話をしようと思ったら、あっちからね、かけてきてくれましたので、下降りてこれます。下、どういうこと？ちょっと下に、この下に周一郎サプライズ母完全オフモードということで僕の方がなんか喜んでしまいました。僕は6年前に大学進学で上京してからずっと当日にお祝いができていなかったので、今回直接おめでとうと言えて複雑な気持ちでした。大学や仕事を理由に家族の大切さを忘れていた自分が少し恥ずかしく感じた夜でした。今日もご視聴ありがとうございました。